こんにちは、アーカイブスリフォームです。リアルな仕事、チェックしています。よろしく。床に見える配管類を回収する。給湯管は銅管が使われている。銅で作られている。鉄管や樹脂管と比べ、熱に強いという特性があるので適している。配管の接続には、ハンダ付けを行うので、配管工事に手間がかかる。局部腐食により、ピンホールが生じて水漏れを起こすことがある。この場合は修理、取り替えが必要だ。ピンホールの修理は、漏れている穴を見つけるのが難しいが、穴をハンダで埋めるだけの修理でいい。給水管は HIVP 管だ。水道管の中でよく使用されている管だ。HIVP 管はプラスチック樹脂が材料だ。そのため、鉄製の水道管で頻発していた、錆びつきのトラブルがない。樹脂、なので加工が簡単だ。施工が楽だ。樹脂製のデメリットもある。急な温度の変化に弱い。凍結時に割れやすく、熱で劣化しやすい。給湯管には使用できない。排水管は丈夫だ。なかなか破れることはないが、気をつけなければならないこともある。100度に近い沸騰したお湯は、金属を傷めてしまう。洗剤も要注意だ。中性洗剤なら影響は少ないが、アルカリ性や弱酸性などの金属を傷めるものがある。パイプには常に水と洗剤が流れていて、こうした積み重ねが劣化を引き起こす。2階の浴室の排水パイプが壊れ、水が1階に漏れて部屋をダメにする。排水パイプの状態を保つために定期的にメンテナンスを行うことが良い。パイプの奥の清掃は一般家庭では難しい。業者に任せるのが良い。業者はパイプ掃除用の高圧洗浄機を持っている。高圧洗浄機を使って管の奥の部分まで清掃ができる。清掃を年に1回行うことで寿命を延ばすことができる。追い焚き配管は浴槽とガス給湯器をつなぐもので、両者の間にお湯を循環させるホースだ。この追い焚き配管距離がどんどん長くなっている。ガス給湯器はガス器具だから安全のために室外に設置される。給湯器は浴室のすぐ外側にあることが多かった。変わってきたのは追い焚き配管の材料が金属から合成樹脂になったからだ。樹脂製だと軽いし、形状に柔軟性があるので、床下や壁中の長距離の配管がしやすい。また樹脂の強度も上がってきたので、より水圧に耐えられるようになって、給湯器のガスバーナーの性能に応じて、必要になる水量を確保するために、水流を速くして、ホースの径を小さくできた。追い焚き配管は、2本出ている。冷めたお湯を1本の配管で、給湯器まで持って行って、湯を熱くして、もう1本の配管で、浴槽へ戻してくるものだ。また、追い焚き配管は、お湯を張る時の、給湯配管も兼ねているため、上水道の水が、給湯器で温められて、2本の追い焚き配管を通って、浴槽に注ぎ込まれます。
美味しくないと思うんだよね。保護剤付き華鏡ポリエチレン缶に交換する。洗い場の水洗用の給水缶と給湯缶は分岐して新しい缶で配管する。浴槽の追い焚き配管は全長を撤去して給湯器から配管し直す。もちろん排水管も交換する。ダイニング、配管スペースは造作工事で木製下地にする。既存はライニングをブロックで作っていた。浴槽周りの下地にもブロックを詰め込んでいた。解体時に見た詰め込まれていた多量の重いブロックを入れたくない。水を張ると重くなる浴槽もあるので、できるだけ軽い材料で施工したい。軽めの木材で下地を作ることにした。床と壁は新しい合板に張り替えた。床と壁の合板を撤去したのは防水のためだ。下地が傷んだり汚れたりしていると防水がうまくいかない。合板の撤去にも一工夫ある。周りの合板を少し残した。修理を残して接合部の補強と合板を張りやすく工夫した。壁の施工も下地に補強材を入れて合板を張った。このように洗い場の床を一段上げる。構造床の上に造作で床を作る。洗い場を上げずに浴槽をベースの構造床に置くと浴槽の高さが高くなってしまう。またぎの高さを調整するために洗い場の床を一段上げる。合理的な収まりだ。浴槽に入りやすくなるし、床を上げて
段差をつけると浴槽部分がプールのようになる。浴槽の排水も別ルートになって漏水の危険が減る。安全サイドだ。漏水の問題もクリアできる。